ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が積んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。そうだね。ハーンを殺さなきゃ。すぐに。攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。樽の中身は何だろう。火薬かな。
花だ。毒用の。ひとたるで何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。嵐の前の静けさ、こちらの理になるようだ。今は火を消したままにしておくぞ。もうこの船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いが、港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。鳥がこう描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。あそこに旧兵を置ける。もうこう丘に誘い込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上額で司祭を決めよう。神は至るところにおわします。そして我らを見て声を聞いているのです。
Huh?
昔夕日が沈む中
ご入り用でしょうか。 戦でお使いください。 また来よう。どうかご自愛ください。 備えていらっしゃる。まあそう願うさ。いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。 捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。 城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。どうだ。 怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？空天をもかけよう。いいな。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。 ジン、何をしておる。ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら私は捨てられますか。ジン、よれ。思い違いをするな。
わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせてるぞ。殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村さんは後ほど資格で演説されるぞ。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交える時。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。奴らは我らが島の村々を焼き尽くす。
毒屋にも当たるでない。前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。今のは空耳だったんだろうか。目指すは最上階、今なら忍び込める。猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえ、クロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通りに。藩の居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。今音がした。調べるぞ。あっちに誰かいる。行くぞ。探すのはやめておこう。お目に留まりそうなところに。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、
しかし大風が来ればその時こそ猛虎を撃ち船を沈める時、何とぞご加勢よ。そしてまた間見えんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。Jak ją harsimo? いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。わかるな。仲良くしよう。名前は何にする？空、天をもかけよう。いいな。だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、よれ。
思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせてる。殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村さんは後ほど資格で演説されるぞ。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交える時。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。奴らは我らが島の村々を焼き尽くす。将軍様の名のもとに裁きを下し、一人残らず地獄に落としてくれよ。
毒屋にも当たるでない。前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。猛虎は対馬で来るとは、将軍様のおわす本能を危うくさせてはならぬ。まさかいだろ、同じとこつくやろ。今のは空耳だったんだろうか。目指すは最上階、今なら忍び込める。猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも堺、いえ、クロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通りに。藩の居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。今音がした。調べるぞ。あっちに誰かいる。行くぞ。探すのはやめておこう。お目に留まりそうなところに。出会え。おじ上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで。
しかし大風が来ればその時こそ猛虎を撃ち船を沈める時、何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。